じゃあスタートしました。はい、今日はインタビューありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最初に自己紹介の方お願いします。はい、岡田信子と申します。チャミと呼んでください。はい、じゃあチャミさんね、はい、はい、どんなお仕事をされていく予定なんですか。はい、去年の夏に会社を定年退職しまして、これから一人で、はい、個人事業主としてお仕事をしていきたいと思っているんですけれども、まあ、ゆくゆくはコミュニティを作りたいと思っています。はい、はい、ありがとうございます。今回リブランディングアカデミーの1期生として入っていただいてるんですけど、入る前にどういうことを解消したいとか叶えたいとかっていうのがあって多分入られてると思うんですけど、そのあたりはどんなことが当時はお悩みでしたか。はい、まあ、ずっと長年30年以上会社員生活をしてきましたので、そのコミュニティを作るということを目標にしつつ、まず自分の仲間を増やしていきたいという気持ちで商品作りをしたいと思いました。はい、はい、で現状今進んでいる状態、まだ講座終わってないのであれなんですけれども、何か手応えを感じたりとか、講座の中でこういうのが良かったなと感じていることがあったら教えてください。はい、自分でね、その会社員時代に積み上げてきたものと学んできたもの、自分の強みをまず洗い出すところからやりました。で、どうして自分がそれをやるのかとか、自分じゃなきゃいけないものが何があるかっていうところをまず洗い出すところで私はすごく考えましたそうね、ここは皆さん結構時間がかかるところだし、あと一人でやっぱね洗い出すのまあまあ大変なんですよね、うんうん、そうですね、そこですごくたかこさんの質問がすごく的確だなのではい、ありがとうございます。機会をいただいています。はい、ありがとうございます。じゃあこの講座って、まあ、同時進のような方っていうのでもいいし、こんな人にはいいかもしれないなと思うおすすめのタイプの方はどんな方のタイプになってきます。そうですね、自分が何かをやりたいんだけれども、うん、一歩踏み出せないとか、うん、自信を持ってていないとか、うん、あと話し方とか外見とかね、そういうところで、まあ、悩みを持っている人に今日よりも明日という変化を与えていきたいので、うん、そういう方に、はい、おすすめ、はい、おすすめですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、チャミさんが3年後とか5年後とか、うん、こういう自分になっていたいとかいう、そんな夢をぜひ語ってください。はい、私はコミュニティ作りたいんですけれども、自分が中心になってガンガンやっていくというよりは、うん、そこのコミュニティに属している人がそれぞれの強みを生かして、みんなが学びながら成長していける、うん、まあ、人生100年時代ですからね、いつまでも元気で生き生きとしていける仲間作りをしていきたいなと、そうなっていたら、うん、作りたいと思っています。はい、わかりましたね。素敵な夢だと思うんで、はい、ぜひ叶えていただけるよう応援をしていきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。